第一の大変な状況に深く心を痛めています。深夜津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかも分かりません。一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また現代原子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く感じ、関係者の尽力により事態のさらなる悪化が回避されることを切に願っています。皆が相反さえいたわりや何人になるのかも分かりません。一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。深夜津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかも分かりません。一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また現代原子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く感じ、関係者の尽力により事態のさらなる悪化が回避されることを切に願っています。皆が挨拶さえいたわりや